隠れてるつもりかもしれんが、場所くらいはわかるっての。金属バットが躊躇なく力いっぱい振られ、空気を切り裂く。分かってねえやんお前。思い切り空振りしとるやんけ。あ、ナルガクルガの一撃かと思った今。結局あの一撃主人公避けられたのかな、千年版かは。すごい続き気になるんだけど。俺は慌てることなく体を沈め、そのスイングをやり過ごす。暗殺教室かて。なんかまんま一緒になってる。そして危ないだろ。バットが通り過ぎると同時に体を起こし、無防備な溝落ちを叩く。叩くなんてもんじゃなかったじゃん、絶対。貫通してない大丈夫。その一打に耐えきれず、男はバットを落として、その場にうずくまった。この野郎！その声に反応するように、金属バットが空中に飛び上がり、今度は頭上から俺に迫る。どんだけお前ら金属バット大好きなんだよ。え、少年 B、人間相手には使えないの？そのアストラル能力。なんか不良としてクソザコモンストになってない？アストラル能力か。いや、分かってたやん。あんた初見地味って反応するんだよ。とっさに体をひねって、その一撃をかわした俺は、すぐさま距離を詰めた。あ、なんかもう、徒手空拳というか、格闘術一通り学んでんのかな、主人公は。ここら辺、プライマルハーツの主人公と重なる部分が多いというか、透明化できる分、プライマルハーツの主人公よりも強いかもね。近づくな！叫び声とともに、俺の周りの空気が重くなる。あ、なるほどね。重力を操るのか、少年 B は。物体を動かすとかじゃなかったのか。あ、これは、案件だね。若干効果音も、つってるしね。全身の骨が悲鳴を上げそうなぐらい、体全体に襲いかかった。このまま潰してやるぜ！あ、やっぱ重力使いなのか、少年 B は。B は潰すの B ってことか。原付を持ち上げられる力が、俺を押し潰そうと、全開で足かかる。だが、潰れない。だが、強い。主人公もしかして、透明化のアストラル能力使いではない少年 B 同様、なんか、副産物で今、透明化してるだけ？対抗して、俺もアストラル能力を解放。このアストラル能力が何なのか分かんないんだよな。ちょっと想像もつかないな。圧力に負けることなく、そのまま一気に相手の懐に飛び込んだ。主人公は空間操作能力とか、振りかぶったバットを避ける身のこなしとか、重力に対抗できる力とか、全部空間に関する感じだもんね。なんで倒れない？まさか能力が効いてないのか。驚き、思考も体も硬直させた相手の溝落ちに、さっきと同様に衝撃を叩き込む。溝落ち大好きだな。溝落ちという単語がかっこいいから、そこを狙ってるのかな。うま、すげえうまい。感動したよ、少年 B。お前は宝塚に入った方がいい。それか声優さんになれ。今なってんのか。男は耐えきれず、咳込みながら腹を押さえて膝をついた。くそ、痛みで集中できねえ。あ、すんごいわかりやすく説明してくれた。能力使えばええやんっていう、リドルジョーカーユーザーに弁明するかのようだね。なんだよ、お前。俺たちに何の恨みが。え、どんな面で言ってんのか気になるんだけど。それで言ったらお前らだって何の恨みがあってバイクの盗みを働いてんだよ。別に持ち主に恨みとかないだろ、どうせ。人を通り魔みたいに言うな。不法侵入に関しては言い訳できないが、お互い様だな、これは。本当に何が目的で。さっきも言ったはずだ。素直に警察に出頭しろ。犯罪はやめとけ。特に能力を悪用した犯罪は。あ、やっぱ罪重くなっちゃう。人間をチャリで引き殺すのと、車で引き殺すのだと、檻の中に入れられる期間変わるって言うしね。それと一緒かな。こんなこと続けてたら、お前の能力を利用しようとする厄介な連中に狙われることになるぞ。なんだそりゃ。自己紹介か。お前が一番厄介だよ、クソが。主人公ぶち殺しちまえ、こいつ。全然話聞かねえ。お前らのバックにはマフィアがいいんだよ。危ねえからさっさと安全な檻の中に住んどけって言ってんだよ。お前らから原付を買い取ってる男。あいつは海外の犯罪組織と繋がってる。いわゆるマフィアだ。能力者の拉致の噂とか聞いたことないか。え、武装。思った以上にこの世界観におけるマフィアが武装すぎた。はあ、そんなもんただの都市伝説だろうが。え、このアストラル使いがはびこってる世界で都市伝説ってあんの？全部アストラル能力で説明つきそうだけどね。口先女も花子さんも。マフィアによる拉致事件はないって、どっかの政治家も言ってただろ。いや、政治家なんてみんな嘘だ。っていうか、その政治家がマフィアと繋がってるっていう線は考えないのか、お前は。そんなこと、馬鹿正直に公表できるわけないだろ。信じてね、こいつ。もう一発水落ちやっちまうぜ。今はお前の能力の確認をしてるんだ。その能力が本当で、もし役に立つのなら、組織に引き入れる、洗脳や催眠の能力がいれば、拒否や犯行の心配は必要ないからな。うわ、怖っ。利用価値があるかどうか、品定めされてる最中ってことか。これは本当に人助けと見れなくもないね。漫画の読みすぎじゃねえの。仮に役に立たないと思われても、安心はできない。連中、アストラル使いを商品として販売してるそうだ。奴隷制度導入されてんの、この世界。もうダメだね。今俺が生きている人間界と常識の尺度を同じにしてはいけない。もうこの世界はこの世界なんだって決め込んだ方がいいな。手遅れになる前に警察に出頭して知ってることを全部話した方がいい。今なら間に合う。気安く言ってんじゃねえ。
お前に何がわかる。何このテンプレな犯人。いいから早く出頭しろお前。サムネ作り大変なんだよこっちとら。早くレビュー内容見せてくれよ。リドルジョーカー。最後までリドルジョーカーをご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ってくださった視聴者さんは左側にある投稿したてのほやほやの最新動画や AI ガチャでランダムに選ばれたおすすめ動画をまさぐってください。このリドルジョーカーの実況を途中から見始めてくださった視聴者さんはパート1から最新動画まで一気見できる再生リストをまさぐってください。いろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので推しを見つけたい視聴者さんは画面中央のレネをまさぐってチャンネル登録していただきお気に入りのヒロインを探してみてください。見つかったらこっそり教えてね。また出会える時を楽しみにしてます。バイバーイ。